はい、こんにちはくんです。ということで、今回は、狼少年。これ、地味に初役所かもしれないですね。狼振りすぎ悪かった。家主は人狼。確かに狼は確かに弱すぎ悪かった。振りすぎ悪かったかもしれないですね。これも狼少年に全てがかかってるって感じです。あと、回答だな。回答がどうするかって感じだね。人狼にしちゃってる人を選んでください。回答が何取るかによってかなり変わる。黒取りしたらまあ、って感じ。黒に仕立て上げる人はもちろん、マイク。これ難しいぞ、この部屋。この部屋難しい。二日目に黒出せるね、でも。ミカに白出しするか。とりあえず。人狼に、まあ、辛いね、これ。普通に。ジェイ、霊能。これ、霊能に、に、ハリウッドいない、ワナシいないのか。あ、スライドね。ん？ショーン、白。ショーンって誰？ヒュー。ショーンしろって嘘やろ。平和村、どうしようか。うん、回答出ていいよ。誰取り？マイク黒塗りしちゃったんだよな。ヒュートリ、把握。役職はとりあえず伏せさせるか。役職はとりあえず伏せで。行っちゃうの。市民ね。じゃあ、ジェイ釣るか。はい。なんかこれどうなってるの？一体何がどうなった？一体何がどうなったんだ？わけわからんぞ。アンナには申し訳ないが、罠は私守りしてほしい。占い生きてたら勝てる。30秒前。ジェシカいない？は？10秒前。ジェシカ釣り。いや、じゃあいいや。ジェシカ新占いっぽいし。多分新占い。これはひどい。これはひどいな。これはひどい。あれ、なんでジェシカ死ななかったんだ。なんで突死しないんだ。時短されたため突然死は起きません。ああ、時短か。何の話だって感じだった。別に陣を仕立てなくていいんだけどな。ワロスだな、これ。ワロスルームだぞ、これ。フェイに白出しするか。ある意味、狼少年が二人いたってことか。フェインに白出して、とりあえず狼に自分気づかれよう。280いないんやろ。ジェシカもフェインもいない。あ、フェインもいない。フェイジェシカいない。フェイジェシカいないので占いました。時短でジェシカ釣りでいいんじゃね。やばい。これやばいな。これすごいな。まあ、ジェシカ、狼かも、しれんしさ。
罠は私守りで、ただただ白を出し続けるゲームって感じ。やばいなこれ。これ狼負けれないぞ。これフェイジしか狼だったら終わるんだが、まあ、フェイジしか狼じゃないのかけてフェイジしかに狼塗るわ。どこ噛むんだろうなこれ。これどこ噛むんだろう。逆に難しいぞこれ。狼どこかわかんねえわ。どうするんだよこれ。狼少年騒ぎ続けてるぞなんかこれ。どっちかは占いなんだよな。まあどっちかは占い。黒一生見つからんなこれ。一生黒出らんぞ。誰噛むんだこれ。ミカとか噛むかな多分。どこ噛むんだろう。スーザン噛むのか。結果語りしましたっていうか。あ、昨日の結果語り。クリス白、フェイ占ってない、フェイかませたかった、クリス白、スーザン白で出てる、つまりフェイ釣りで終了。今更だけど、ヒューってちゃんとマイクに取られた。いや、回答がフェイやジェシカだったらヤバそうなので、一応明日マイク占うわ。マナヨロ、マナ私でフェイで終わると思うがね。30秒前。最後狼少年は嘘をついた分最後跳ね返ってくるからな。これでさ、J フェイが狼とかだったらやばいよな。一人は絶対占い師なんだけど。10秒前。大丈夫だろうな。これ終わらねえだろうな、おい。これ J とかだったらやばいぞ。あ、狼少年ってのな、嘘ついた分な、最後は全部自分に返ってくるんだよ。嘘をつくと、嘘をついて嘘をついて後ろとか言ってみたり、そんなことしてたら全部自分に返ってくるからね。てか、なんでスーザン噛んだんだ俺を。え、ちょ待って、スーザンストップ。スーザンなんで私噛んだの。罠って、あー、ドラは一回も護衛してない。あ、そっか。あ、よ、なるほどね。罠のトロールにはまったのが。あ、マイクを襲撃しました。あ、ふーん、めちゃくちゃだわ。